こんにちは、浪人プーです。今回ですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品のご紹介をさせていただきたいと思います。折りたたみチェアになります。アウトドアチェアということになっています。折りたたみのキャンプとかで、使うための椅子になります。椅子本体がこちら。でも軽いです。軽いながら150キロ対応ということになっています。そして、収納用の袋ですね、ケースが付いています。実際ちょっと組み立ててみたいと思います。それではですね、折りたたみチェアですね、アウトドア用の、組み立てていきたいと思います。面白いですよこれね。テントみたいになってるんですねこれね。ほらほら、ほっ、椅子の部分ですね。先に背中の方をつけて、はい、サイズはねいけるんですけどね。問題はここですね。ここはいけそうで、いけるか。これで150キロ対応。私、80キロなんですけど、大丈夫なんでしょうか。ちょっと座ってみたいと思います。よいしょ。よいしょ。大丈夫ですね。あ、いいです、いいです。いい感じです。背もたれがない折りたたみのやつは、バイク用で、持ってるんですけど、背もたれがあるとだいぶ楽ですね、やっぱりね。これね、いいですね、これ。いいです、いいです。楽ちんです。このサイズだと本当にバイクに一緒にコーヒー2とか持っていくにもいいサイズだと思います。OK です。この商品のポイントはですね、引っ掛けるときにですね、背中引っ掛けてから、下側ですね、を掛ける方がいいと思います。まあ、外すときも一緒なんでしょうけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。折りたたんで、いきましょう。はい。そして、全部これ外すんですよね。こういう感じですね。こういう感じですね。本当テントと一緒ですね。面白いな。よいしょ。よいしょ。本当にこれツーリングに、持っていくにはいいサイズだと思います。そしてこれで収納ができたということになります。ナイスです。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。